それではスペシャルゲストです、有馬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。きれいとは整理整頓、美しさとは調和、机の上を美しくしなさいとは言わない、美しいと感じるときは後になってから、その瞬間は自分も含まれているから、左脳と右脳、連想と例え、あれとそれが同じだと感じること、感謝と恐怖、表現の始まり、答えは初めから存在する、問題の方が重要だ、イコールの存在が厄介だ、同じにするために数にすること、ザ・サンコンプレックス&ヒーリング・ザ・バイザブ、心といった、見たい人の見たいものへ、自分にとっての物事ではなく、感じる、指で自分の顔の中の骸骨を触る、外なのに中にある、コマとコマの間、見えていないものを見るためには、見せないものは絵じゃなくてその向こう、物の形よりもありのままの美しさがある、物語、描いても美しさは劣化しない、空襲の根の間に線は生まれ約束になる、約束は刑に入り対局を持って風を待つ、天才とバカが紙一重ならバカ側からが近いはず、弱くなる落書き、五感の0時0時0分五感の0時0分0秒を目指す、それでも生きていかなければならない、ここから始めよう、茶川木の下、だるまさんは穴の中、冬の木々、枝の先に雨のつぼみ、空が咲く、仕事は生きること、趣味は生活、未来は枝と根の先に、生きるとは過去も未来も、許し感謝怒りの先割れ、内は内、外はのと飲んじゃった、わとわとわ、うのなとなのまにまに背も知らず、いのまふるふる、日が暮れご飯を食べる、食べたいうちは生きたいんだと感じる、でもそういうところに幸せとか美しさとかの始まりはある、続く、見ること、聞くこと、感じること、遠近法を使わないであること、昔人は役割しかなかったのだろう、それに対応できない人がバカにされ弾かれた、外に出れば自由と孤独の隙間に何が生まれる、今や逆転、スイッチではなくボリューム、写真を包む海、バランス、時イコール流れプラス刻みプラス合間、過去が存在するから未来が生まれる、過去と未来があるから今は点になる、点がなくなれば過去に縛られ未来が消える、過去は記憶、宇宙は今しかない、 A と B の間を移動する、その移動時間を無駄と感じるなら1時間が10分になっても無駄、アートは人が自然、風景プラス時間プラス空間を所有するための行為、見守り、かつ所有し、自らが自然、過去神になる、しかし区切ることによって生まれるものは本来の姿ではないから、永遠に自然に到達することはできない、それが狙いか、名をつけて所有する、いらないものは外に出す、気づけば自分以外はゴミばかり、命、命は何を所有しているのか、